外から人を通ったジャボー、ジャボーですよ。そうでしたね。さあ、ジャボーは人間に見える姿に変化した感謝の化身なんですね。炭鉱の町の人々からもらったツルハシとヘルメットがお気に入りになるそうです。町の守り神なんだと本人は言い込んでいますが、本当はどうかはわからないんです。そうですね。ちなみに中さん、はい、ジャーボーのこの特徴的なデザイン、どこかで見たような気がいたしませんか？あれ、まさか小さいお子さんはなんか親近感湧くんじゃないですか？そう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 、あの妖怪ボディ、そうなんです。ご作成したレビューさんによるデザインなんだそうですよ。私さっきびっくりしたのが、ジャーボーについてのお姉さんの名前がチーボーということでございます。チーボーさんです。ねえ、石田哲夫さんも喜ぶことでしょうね。おい、チーボーということでね。いやー、ありがとうございます。ねえ、40歳後半ご主人よ。ねえ、別れてないでしょうか。喜んでいただけたらではないでしょうか。あ、チーボーがこっちに来ました。ね、大本の杉田香織さんですかね。さあ、そして中華さん、はい、ジャーボーも今日はですね、コンコレに合わせて衣装を変えてきてくれましたよ。あらあらあら、福岡といえばそう、ソフトバンクだ。あら、ユニフォームに身を包んで、なるほど、お気づきいただけましたでしょうかね。そうか、そうなんです。九州を代表する、ね、野球チームでございますよ。はい、このジャーボーがね、可愛らしさ、自分が伝わったことと思います。ジャーボー、表情が可愛いですね。そうなんですよ。大きなお口がね、ちっちゃなポイントですよ ね、 ね、福岡から来たお父さん、サーラクから来たお父さん、ぜひお写真を添えてくださいね。これもサーラクからまた発信していきましょう。ね、ジャーボーね、このブログだけではなくて、ね、サーラクにも参加できたようですよ。おー、はい、爽やかなね、足取りで、ジャーボーが出てくれました。以上、